第二次世界大戦でドイツ軍が使用した対空機関砲 2cm フラック38体空砲は航空機などの空中目標を撃破するための方のこと。空中目標に対する兵器としては他に戦闘機、地対空ミサイル、ロケット弾などがある。航空機が戦争に使用されるようになると当然その対抗策として対空攻撃手段が必要とされた。 初期の低速な服用機の時代は、地上専用の銃砲を空に向けて撃つことで撃墜を狙っていたが、飛躍的な航空機の進歩に伴い、次第に対空砲として、通常の砲と異なる発展を遂げた。航空を飛行し水平爆撃する重爆撃機に対して、必要とされたのは苛高の向上と射撃速度の向上であり、これらに対しては大口径の降射砲が用いられた。 低空を飛行する戦闘機や、軽爆撃機、攻撃機などに対しては、比較的小口径で、連射可能な機関砲や機関銃が用いられた。なお、大日本帝国陸軍と陸上自衛隊ではこれを、後者機関砲と呼称する。対空機関砲では、時間あたりの発射弾数を増やし、なおかつ加熱を抑えるために多方進化され、それが主流となった。第二次世界大戦では、 気候部隊に随伴する自走式対空砲が出現。また、電子技術の発達により、VT 進化など、より効果的に銃弾を炸裂させるような工夫や、レーダーで目標を発見、追尾し、命中率向上が図られた。地上戦に流用されることも多く、ドイツの8.8センチメートルフラック18、36、37校舎砲は、対戦車戦闘や、 人地攻撃にも威力を発揮したことから、後に対戦車砲タイプの 8.8cm パック43が開発され、エレファント獣駆逐戦車やティーガー2戦車の手法として搭載された。また、M20 機関銃4機搭載のアメリカの M16、対空自走砲は、朝鮮戦争で中国人民志願軍の人海戦術に対し威力を、発揮、ミートチョッパーの異名で呼ばれた。 2010年代、朝鮮民主主義人民共和国では、朝鮮道道と人民軍幹部が粛清される際に、見せしめの意味を含めて、対空砲を使う事例が報道されている。主対空ミサイルが主力対空兵器となった21世紀初頭においても、対空砲の使用は続いており、ミサイルと組み合わせて、お互いの弱点を補う形で運用されている。 ミサイルと比べた長所としては、などが挙げられる。近年では、セミアクティブレーダー誘導により、砲弾自身が目標を追尾する、対空砲システムも開発されており、対空ミサイルとの境界は砲から打ち出されるが、否かというところまで進化してきている。ありがとうございます。